東電によりますと、飼育試験は専門家の意見を聞いた上で、来年の夏ごろをめどに始める予定です。福島第一原発周辺の海水を入れた水槽と、放射性物質を含む処理水を実際に放出する濃度に薄めたものを入れた2種類の水槽を用意し、比較しながら試験を進めるとしています。飼育するのは、ヒラメや貝類、海藻類などを検討していて、生育状況や放射性物質の濃度を調べ、結果は公表することにしています。試験を通じ、東電は安全性への理解につなげたいとしています。